ラティスインストラクターの土屋彩子です。今日はピラティスのロールダウンを紹介したいと思います。これはお腹の真ん中の筋肉、腹直筋にアプローチする動きになります。まずスタートポジションはマットに座ります。長座ですね。膝伸ばして足まっすぐにします。そして骨盤はマットから垂直に立てます。そして手は指先まっすぐ伸ばして、肘もまっすぐ伸ばします。目線はまっすぐ前です。これがスタートポジションです。動きは背中を丸めながら、背骨を一つ一つマットにつけて、最後に頭を落とします。起き上がるときは、足の膝の後ろに手を組んで、ペコでゆっくり起き上がってきてください。これがスタートポジション。呼吸は鼻から吸って準備、吐きながらダウンしていきます。手を使って下りていきます。では一度やってみましょう。膝まっすぐ、手もまっすぐ伸ばします。鼻から吸って準備、吐いて、起き上がるときは勢いで起き上がろうとすると腰を痛めてしまうので、必ずこう手甲を使ってゆっくり起きてきてください。ハーフロールバックより、より腹直筋に負荷がかかりますので、よりお腹を引き締めたい方にはこちらのロールダウンもチャレンジしてみてください。ありがとうございました。